どうもはこんばんにちは、いすげです。はい、ということで皆さん、今回も、SD ガンダム G ジェネレーションジェネシスゼータガンダム編のやっていきたいと思います。はい、前回がこれ星を継ぐもので、今回がジャブロの大地ですね。これはガンダムマーク2の白ですね。まあやっていきましょう。さあ楽しみだ。一年戦争以前より地球連邦軍の総司令部が置かれ、軍の中枢を担ってきた南米ジャブロ、幾度となく侵攻の攻撃目標とされながらも、決して陥落を許したことのない鉄壁の地である。グリーンノアでのガンダム強奪によってティターンズとの全面抗争に突入したエウーゴは、一気に攻勢に出るべくこのジャブローへの侵攻作戦を着々と進めていた。あなたにアーガマのキャプテンをお願いしたい。そうなれば自分は提督のお供ができる。自分に問題はありません。君がテンプテーションなんてシャトル便の船長に回されたのもジャミトフの陰謀みたいなものさ。まあホワイトベース時代の中佐の実績が今のアーガマには必要なのです。自分は2隻も船を沈めてしまった艦長ですよ、クワトロ大佐。私は大尉です、ブライトキャプテン。はあ、マーク2のパイロットを紹介します。カミーユビダンです。2年前に講演会でサインをいただいたことがあります。そうか、よく助けてくれた、感謝する。カミーユ、ファー、カミーユ、こんなところにいるなんて。ファーこそシャトルなんかに乗っていたなんて。父さんも母さんもティターンズに捕まっちゃったのよ。なんで捕まったんだ。ガンダムマーク2を盗んだカミーユのお隣だからでしょ。私は逮捕の時家にいなかったから。僕を知っているってだけで、それがティターンズのやり方か。エウーゴの作戦、ティターンズと拮抗する規模にはしたいですね。我々だってティターンズにいつ痛い目に遭うか。自分の妻子も地球に住まわされています。ということはティターンズの人質みたいなものです。ジャブローにはティターンズ創始者ジャミトフ・ハイマンがいると言います。それで地球連邦軍の中央管制センターのジャブローに乗り込むというわけですか。最小限度の艦隊編成は組んだ。補給も続ける手配をしているところだ。その援軍全般の指揮はアーガマのキャプテンブライト・ノアが取る。了解です。宇宙世紀 0087、 5月11日、ホワイトベースの元艦長ブライト・ノアをアーガマの新たな艦長に迎えて、戦力をより強固なものとしたエウーゴはついに最大の降下作戦を開始する。衛星軌道上でのティターンズの強襲に多くの命が大気圏の塵と消え、さらに無事に降下を果たした者たちには休む間もなく激しい戦いが待ち受けていた。果たして戦士たちはこの地に戦いの終結を見出せるのであろうか。ジャブローの大地。エウーゴの降下作戦が始まったんだ。どうしたからクデータかもしれないぜ。開始連だ。時間が合うのよ。私が捕まったばかり。連絡さえ取れていれば無駄な攻撃などさせなかったのに。逃げ出せるチャンスが来たと考えな。方法なんかあるわけないでしょ。一緒に爆撃されるだけよ。ここは立派な地下要塞なんだぜ。そう簡単に崩れることがあるもんか。
大使で懐かしいね。おお、百式だ。無事に降下できたら。はい、しかし反撃が遅すぎます。妙ですね。うん、出てきたか。しかし、ジャバラの抵抗はこんなものではないはずだ。これではまるで空間ではないか。辛い。はい、おかしいですね。敵の部隊が少なすぎます。そうだな、リターンズはここを引き払ったんじゃないですか。はめられたか。よし、アポリとロベルトは先行して内部を探ってくれ。はっ、私もカミユと合流後すぐに向かう。了解です、隊員。カミユ、無事に降下してくれるといいが。ここがジャブロン。地球の重力ってすごいな。カミユ、聞こえるか。クワトロ隊員、はい、聞こえます。ジャブロの様子がおかしい。侵入しているはずのレクア少尉から連絡がないのも気になる。地下基地へ続くハッチを目指せ。そこで合流だ。アポリとロベルトを内部で潜伏させている。急ぐぞ。了解。くっ、エウゴメ、なんでガンダムは元気なんだよ。ユウさん、俺がこの手で葬ってやる。必ずな。ジェリーとか、どこまでも邪魔をする。やらせはしないぞ。さあ、ということでいきましょう。さあ、行きましょう。フリッパー、上等だ。ここで決着をつけてやる。当たるよ。甘い。嘘だろ。ギャンカイ、行きましょう。データ補正よし。電気補足完了。かっこいい。ねえ、すっげえかっこいいんですけど。さあ、ジオング行きましょう。キック。あなたの腕では勝ち目がないというのに、ここで決める。ライダーキック。素晴らしい。さあ、ジム2ビームサーベル行きましょう。孫年さん頼みますね。よいしょ。さあ、ズサミサイルポットですね。オッケー。その弾詰まってないんだね。あれ、あ、倒してた。さあ、バンシー行きましょう。貴様たちを阻止する義務が俺にはある。あー、もう止めるやつか。おお、さあ、ザクキャノン 180mm 砲かな。おいおい、少し置いたが過ぎるんじゃないか。終わりだ。よし、めっちゃいい。じゃあの、さあ、到着。ヒストリックモーメント。よし、侵入口は確保できたな。急ぐぞ、カミーユ。はい。おーい、人がいるんだぞ。大声出しても無駄よ、こんなところで。じっとしてるよりマスター。おーい、人がいるんだよ。あ、どういう状況かちょっと分かってなかったね。お前ら何をもともとやってるんだ。エリア1への増援を急げ。エウゴが侵入してくるぞ。それがエリア1はすでに完全に制圧されてしまっています。おかしいじゃないか。エリア1が制圧されただと。リターンズの拠点だったこのジャブロを、なんでそんな簡単に明け渡せるんだ。実はジャブロは引っ越し中で。引っ越しだと、なんでだ。命令です。リターンズは空へ上がると。ジャミトルか。ここをスペースライドを自由にさせてたまるか。
地球は俺たちのふるさとなんだ。本当なのかそりゃ。間違いない、ここの司令官が地下の核爆弾の起動スイッチ入れるのを見たんだ。よくもそんなでっち上げよう。南極条約以後は核を使っちゃいないは、使っちゃいないはずだ。でっち上げでも核爆発が起こるかは後で確認できるんだ。それよりも核爆弾の解除はできないのか。ああ、地下深くに埋まっているんだぞ。信じるか出まかせを。嘘だって分かったら銃殺刑にしてくれてもいいんだ。どうしたアポリ。クワトル隊、大変です。地下に核があり爆発までもう時間がないそうですが、本当でしょうか。確認するまでもないな。この捕虜の言うことは本当だ。そうでなければこのジャブロの言いよさは説明できんからな。なら直ちに撤退命令を出してくれ。地球の汚染も気にせずによく言える。対コンピュータールームから報告です。核があると確認されました。2機の核は地下150メートルにあり、間もなく爆発します。解除は不可能です。回線が切られているんだ。まったく。ジャブローには大型巡航艦アウドラムがある。それで何人逃げられる。1000人や2000人を乗せられる。ここの情報通りならアウドラムは滑走路で待機中のはずです。滑走路か。ああ、それか。奥のリフトから地上に出る必要があるな。しかし捕虜も乗せるのですか。当たり前だ。すまない、このことは連邦政府に報告して。人質や利用価値がある。よし、核爆発までに全機アウドラムへ搭乗しろ。ジャブロは放棄する。はい。待ってください、ネコアさんです。呼んでいます。なんだと。聞こえませんでしたか。カミーユには聞こえたのか。気配がしたんですよ。ネコア少尉の気配でした。ネコア少尉が囚われているのか。にわかには信じがたいが、でも確かに感じたんです。間違いありません。そうか。ではカミーユはネコア少尉の救出を行い、私は先にアウトラムへ向かう。核爆発まであと8ターンといったところだ。時間がない、急げカミーユ。はい。レコさん、レコさんはどこだ。そこか、レコさん。時間がない、急がないと。はい、ということでパパッといきましょう。ディテクターいきましょう。こちらガンダムオンラインでお世話になってます。火力支援当たり。あ、外れた。ここで会ったが100年目ってな。カミユ、ライラの仇を取らせてもらう。そうやすやすとやられるわけにはいかない。さあ行きましょう。ハイパーバズーカー。もちろん。マッチャマをしに来たと言いたいが、隙は俺にある。なんだよ。遅い。ナイス。こいつ前に出るんじゃないよ。ナイス。カミユ。ナシメ中。さあ百式。クレイバズーカ拡散ですね。拙者は無理難題をおっしゃる。やってみるさ。よっしゃ、行きよ。ザック2回、バズーカーなんてお上手なんでしょう僕。よいしょ。
スレッカーさんですね。ああ残っちゃった。なんかクエル行きましょう。ビームサーベル。私から逃げられると思っているのか。逃がさんよ。さあリゼル、ビームランチャーだったかな。意味はなかったな。オッケー、素晴らしい。さあゾディアックメガ粒子砲いきましょう。見ていてください。こいつはでかいぜ。私の戦争です。いけー、かっこいい。もう戦艦でしょこれ。あー、ほんとねー。ここかレコアさん。カミユ、カミユ、カミユビダンよ。カミユ無事なんですね、ネコアさん。カミユ、よく来てくれた。ネコアさんこそ、よくご無事で。あいつがガンダムのパイロット。若いね。あなたは、あ、ジャブロの侵入を手伝ってくれたカイ・シデンさん。カイ・シデンさん、ネコアさんの協力者のつもりだ。協力？彼はフリージャーナリストでここの同罪を探っていったのよ。どうしてここの敵の撤退は早いんですか。ティターンズが撃ち空に上がりゃ捨てて当たり前だろ。そうですか。マーク2に乗ってください。本体と合流します。頼むよ神。ガンダムね。地下の核爆発まで時間がありません。アウト村に急ぎます。さあ行きましょう。サイコガンダムマーク3ブラスター。ああ、私ですか。ぶっ飛べシュールとてもシュール。バトル隊、もう時間がありません。前期登場したのだな。はい、よし、アウト村を離陸させろ。核爆発っていい加減なことを言ってるんじゃない、言ってんじゃないのか。小隊長、地震が。あー、やばい、俺のサイコガンダムが。あー死んじゃったユニコーン。ジャブローが消える。間に合ったか。やつがクワトロバジナ隊か。ええ、クワトロと対カラバから通信です。カラバ、エウゴの支援組織、組織だ。アウト村、聞こえるか。こちら、カラバのハヤト、小林だ。ハヤトー、ハヤト来た。ガンタンク、え、ガンキャノン、ガンタンク、ガンタンク乗ってた方ですね。はい、ハヤト小林、これよりそちらを誘導する。カラバが誘導してくれる。ハヤトか、それに開始で。なるほど。ホワイトベースのクルーですね。あー、クリア。はい、ということで今回もね、はい、楽しませてもらいました。なかなかワクワクするストーリーですよね。うん、まあ、次回もどんどん、あ、これからもねどんどん上げていきますので、皆さん見に来てくれましたら、コメントなどで、ね、くれますと本当にやる気上がりますので、はい、あと、まあ、何かしらありましたらコメントくださいますとすごい嬉しいです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。